アンニョンハセヨ、ヒヨンです。今回はですね、今このヒヨンが着てるお洋服も関係があるというか、このヒヨンがしてるネイルも関係があるというかっていう感じで、今回は秋のオレンジブラウンメイクをしていきたいと思います。今回のテーマに合わせて髪の毛もネイルもちょっとお洋服もブラウン系にしてきたんですけど、つべこべ言わずに始めますか。それではスタート。イッ。ただただ可愛くなるように盛れるようにいろいろ考えたメイクなので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。って感じで、まずはじめにこちらヴィセリシェのトーンアッププライマーになります。顔をトーンアップして透明感を出してくれる下地なんですけど、割ともっちりしたテクスチャーのプライマーです。じゃあこれを顔全体に塗ります。割とこの化粧下地は保湿力があるので、乾燥肌の方とかにもすごいぴったりだと思います。わ、めっちゃついちゃったで、なんかそんなパサつかないし、割と保湿力もあるんですけど、なんか仕上がりはサラサラというかベタベタな感じがしないので、そこもすごい使いやすいと思う。これからちょっとね、肌寒くなってくるにつれて、肌の質感もツヤっていうよりはマットだったりセミマットの方が多くなってくると思うんですけど、そういう時にすごいぴったし、分かりやすくトーンアップしますね、この下地は。続きまして、こちらイプサのクリエイティブコンシーラーになります。これはヒヨンのベスコスでも紹介したんですけど、本当に溶け込むように馴染んでくれるので綺麗な肌が仕上がる。まあ、ちょっと気になるところをカバーしてあげます。最近袋が気になり始めて、あ、でも今コンシーラー塗っちゃったから分かんなくなる。こことここど真ん中ほくろを取りたいですインスタに上げる写真はここを加工アプリで消してるんですよ。インスタの写真見るとこのね、真ん中ほくろがないから見てみてくださいまあそんな感じで、当分はこのコンシーラーに頼りつつ肌をきれいにしますけれども、次いい。続きましてこちら、レブロンカラーステイクッションロングウェアファンデーションで、フィオンは004番。これはツヤなファンデーションとマットなファンデーションのいいとこ取りをしたクッションファンデっていう感じなので、仕上がりとかもどっちかに偏ってるっていう感じじゃなくて、カバー力も高いのに薄付きでよれにくいのでおすすめできるファンデーションです。これを塗るときにたくさん塗るとやっぱりちょっと厚くなってしまうので、今下地とコンシーラーである程度気になる部分は隠してるから、ほんと薄く塗って顔の均一さというか、なんか仕上げをしてあげるっていう感じで、このクッションにファンデーションを例えばつけすぎちゃったときは、こういうふうにティッシュで取ってあげてまたパフパフするとすごく薄付きになって良いです。最近気をつけてることがあって、それはこのね、ほうれい線のところに思いっきりファンデーションとかコンシーラーとかをつけないっていうのを割と意識してます。だからこのほっぺた中心でその残ったファンデーションで塗ってあげるっていう感じ。なぜかっていうと、ここね、重きつけてしまうともうほうれい線が本当に目立ってしまうので、ベタ付きをしないようにヒョンは気をつけてます。ほぼほぼなくなったこのパフでとりあえず1回プッシュしてあげるみたいなぐらいの薄さ、こんな感じ。うん、本当に密着度が高いのでパウダーは塗らなくても大丈夫。本当にもうすごくすごくマットにしたい方はこの上からパウダー塗ってもいいと思います。たら、眉毛はこちらイニスフリーのスキニーブローペンシル。眉毛に関しては地雷メイクだったりテーマのあるものだったら形とかも変えるかもしれないんですけど、基本的には自分に似合う形があると思うので、形は変えずにアイブロウマスカラとかでちょっと色を変えて、その色で楽しむみたいな感じの方が多いかも。はい、こんな感じで描いたら、アイブロウマスカラはこちらです。インテグレートのニュアンスアイブロウマスカラ BR672番になります。これ結構アッシュブラウンっぽい色、ちょっと暗めというかそんな明るいものを持ってこないで遊んであげるって感じ。秋とかは結構眉頭にポイントを入れてというか、凛々しいというか、ちょっと長谷川純ちゃんみたいなかっこいい系の眉毛にしても可愛いかもしれないですね。そしたらいつものセザンヌの超細身アイブロウで涙袋をかけます。あとで割と色のあるシャドウを使うので結構濃く描いてもボケると思う。こんな感じ。そしたらビューラーでまつげを上げます。今日はしっかり上げても良い。多分毎年言ってることなんですけど、本当に年々ね、時間が過ぎるのが早すぎて気持ちがついていってないです。特に今年は多分みんなもついていってない気がするんだけど、季節のイベントとかもあんまり体験ができなかったじゃないですか今年は。だからなんかみんなも戸惑いがありそう。
まつげを上げてあげたらアイシャドウです。アイシャドウはイニスフリーのマイカラーパレット SS になります。配色がとっても秋っぽくて可愛いんですけど、今回はこれタッチを使ってアイメイクをしていきたいと思います。まずこの色をアイホール全体にのせます。色味がこんな感じ、スタンダードのブラウンって感じ。単色だけ塗るときは手でもいいと思うんですけど、綺麗に色をつけたいときは最近フィオンは筆を使うようにしてます。でそんなに濃く入れすぎないように、単色だけどちょっとグラデーションになるというか、こんな感じ、うん、良きですね。そしたら同じ色を涙袋に超薄く塗ります。多分全部に塗ってしまうとちょっと濃くなっちゃうので、私そんな明るい色でもないからこのぐらいで塗る。そうすると涙袋がすごい自然じゃない。で塗ってあげたら、このオレンジブラウンの色を目頭と目尻に塗ってちょっと締め色として使いたいと思います。ラメ感は全くないです。こっちがスタンダードだったら、こっちがちょっと色味のあるブラウン。フィオンが目元が割と濃くなってしまうと、なんか目が小さく見えてあんまり漏れないので、真ん中を抜かしたこの目頭と目尻だけ塗ることによってちょっと抜け感ができて、その濃い色を塗ってもあんまり濃く見えないので、すごいねこの方法をおすすめします。目尻を塗るときは目尻から目頭の方向にこうやって塗ってあげた方がやりやすい。目頭を塗るときは目頭から目尻の方に行くように塗ってあげる。だからフィオンはこっちからこっちで塗って、内側に色が広がるようにこんな感じです。そしたら下まぶたの目尻の方にも色をちょっと塗ってあげます。やっぱ囲い目とかは秋っぽいですよね。はい、こんな感じになります。でこのラメが、このラメがね本当に綺麗で、こんな感じ、結構ラメが細かいんですけど上品に輝いてくれるので可愛くなりそう。このラメをいつも通り黒目の上と涙袋の目頭の方に塗ってあげたいと思います。これで華やかさをアップする。あんまり色も濃くないので、なんかこれを塗ることによってまぶた全体が濃くなることがない。ただただキラキラが入ってあげたっていう感じ。でもこのラメの色が濃いと、それこそ結局フィオンがこの真ん中開けたのにその効果が意味なくなってしまうと思うので、あんまりね色を出さないキラキラのラメが可愛いと思います。アイシャドウはこんな感じです。めっちゃいい感じじゃない、可愛い。そしたらこちらキングダムの2ステップマスカラになるんですけど、こっちの下地の方を先に塗ってあげます。いつも言ってるように下地で形が決まるので、こっちの方が本気。これ本当はこの真ん中が白のやつもあるんですけど、この黒のやつはなんかよりロングっていう感じのパワーアップした感じのマスカラです。キングダムのねマスカラは本当に大好きすぎて昔からずっと使ってます。で乾かしてる間にアイラインを塗りたいと思います。で今回のアイラインはこちらです。キングダムのリキッドアイライナー OR の色で、このアイライナーは使うときに5回ぐらい振って使ってあげたら色がしっかり出ます。色目はちょっとねオレンジっぽい感じ、めっちゃ可愛くない。このアイラインはブラウンベースにオレンジ色をプラスしてて、ちょっとオレンジ感があるんですけど、それがすごいねなんか韓国メイクだったり、それこそ今日みたいなオレンジブラウンメイクになんかポイントとして入るので、すごい可愛いです。めっちゃいい。ブラックだったりブラウンブラックっていう濃い色だとなんか一筆で色がつくけど、こういうちょっとおしゃれな色とかってつきにくいっていうことがあると思うんですけど、これはすぐに描けるからアイラインが失敗しないからすごいおすすめです。しかもこうやって細くも描けるし、しっかり当てると太くも描けるし、なんか一回でこんなに発色してくれるから、そこがめっちゃいいですよね。このアイライナーに関してはあのお湯落ちではないので、ちゃんとクレンジングで洗ってあげてください。今使ったこの OR 以外にもあと3色あるんですけど、上からバーガンディー、ディープブラウン、ディープブラックっていう色になります。でさっきのオレンジブラウンはこんな感じ、バーガンディーね、本当に一塗りでこんなにしっかり打つのすごくない。この色は最初は限定色だったんですけど、すっごく人気があったのでもうスタメンに入った色みたいです。かわいいね。からのディープブラウンね、何回も言うけど発色の良さね、
このディープブラウンは少し赤みのある色味になっていて、なんか結構可愛らしい感じなんですけど、割と色味が濃いので目力アップしてくれる感じです。で、最後にディープブラックですね。ディープブラック、これは本当にザ・ブラックっていう感じの色です。で、今このアイライナーが4色あるんですけど、ヒョンが今使ってるオレンジブラウンだったらブラウンなんですけど、ちょっとオレンジがかってたり、まあ割と韓国メイクっぽくなるイメージ、ちょっとおしゃれな感じのシャドウが似合うと思うし、このバーガンディはやっぱりピンク系のアイシャドウがすごい可愛いと思います。なのでやっぱりデートに行く時とか、まあ女子会とかでいつもと違う雰囲気を出したい時に使うといいっていう感じだし、ディープブラウンに関してはやっぱりザブラウンっていう感じで、もう少しチョコレートっぽいというかスタンダードなブラウンのアイシャドウとかもとっても可愛いと思います。で、最後にこのディープブラック、まあブラックは定番なので本当に何でも何でも何でもよしみたいな感じだと思うので、何の色使ったらいいか分かんないなっていう時にはやっぱりブラックは間違いないと思います。って感じでマスカラ下地が乾いたので、そのままマスカラをつけたいと思います。さっきのキングダムの2ステップマスカラなんですけど、今日は本当にただただ可愛くて盛れるメイクにしたいので、まつげはしっかり上げていきます。めっちゃいい感じやね、すごいでしょこの違い。ちなみにこれもお湯で落ちないので、しっかりポイントリムーバーで落としてあげてからメイクを落とした方が良いです。素晴らしいまつげが出来上がりました。本当に気に入るまつげが出来上がるの。これなんかよく DM とかで、なんかどうやったらそんなにまつげ綺麗に上がるんですかって質問してくださる方がたくさんいるんですけど、やっぱりマスカラ下地は欠かせなくって、下地をつけることによってキープ力も上がるし、まつげもすごい長くなるし、なのでこういう風にセットになってるのは本当に良いですって感じでアイメイクができました。そしたら次にチークですね。チークはこちら、このイニスフリーのマイパレットに入ってるマイチーク18番になります。このオレンジのチークを塗るんですけど、割と目が濃いめなので濃く塗るというよりはなんかほんわりつけてあげる感じ、こんな感じで、フィアンは頬に沿ってこういう風に塗ります。はい、こんな感じ。そしてハイライターはこちら、キャンメイククリームハイライター03番になります。実際に手に塗ってみるとパウダー感がある。で、まず鼻のてっぺんに塗る、鼻先、顎に塗る、今日はこの中心だけに塗ります。そしたらリップです。こちらキンスのムードインヘンサーシアーの S001 番、塗ってみるとまあ、すごい派手っていうよりはちょっと落ち着いてる感じの色です。これがシアーのテクスチャーなので、そんなにマットっぽくもならなくって、全体的なメイクに合うかなって思って今回これに選んでみました。はい、って感じでリップはこんな感じです。かわいい、すごい全体的に馴染んでる気がする。そしたらちょっと顔が白いので首を白くしたいと思います。そしたらこちら、イニスフリーのチェリーブロッサムトーンアップクリーム、フィオンがこの顔と首の色を合わせるときにいつも使ってるやつですね。フィオンこうやって塗って、中心から外に広げてあげる感じでいつもフィオン塗ってます。全部に塗るというよりもここら辺だけ塗ってちょっとグラデーションにさせるっていうぐらいです。はい、って感じでメイクの完成です。なんか漏れてないただただ可愛くて漏れるのがテーマなので、成功したメイクなんじゃないでしょうか。うん、いい。はい、って感じで秋のオレンジブラウンメイクの完成です。今回使ったキングダムのアイライナーはプラザとかロフトとかのバラエティショップで購入できるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。って感じで、この動画が楽しかったり、このメイク真似してみたいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニョン。